あれボス、あらボス、おはようニート。ありがとうございます。おはよう。なんだか久しぶりな感じがします。そう、生で直接見たの、うん、生で直接見たのいつも無線でしかあのお会いできてなかった。もうなんかわしに話したいって言ってからその後、はい、何だったっけな。え、なんかちょっと落ち着きが欲しいなって思って。なんだそれ落ち着きが欲しいな。そう、やっぱモズの皆さんって落ち着いていらっしゃるじゃないですか。うん、うん、いやそんなことはないと思うが。でもなんだろうな。うん、なんだろうな。大型の時とかも、うん、結構冷静に、うん、立ち回ってる方とか多いなって思って。うんうんうん。うん、私はなんかそれに比べたらテンパっちゃって。うん。なんか普段のこうテンパりというか、あっちゃけちゃうところがそういう部分にも出ちゃってるのかなって思って。そうか。お前は比較的落ち着いてる方だと思うがな、前昔に比べりゃ。昔はそうですね、確かに昔と比べたら、うん、そうか。成長してますかね。いや、してると思うぞ。おお、よかったです。それもっと落ち着きたいかもですもっと落ち着きたいのかはい、やっぱり、うん、うん、なんかそうですね、あたふたしちゃう部分があるので。ボア、おはよう。おはようございます。何その私服何その、え、愛、愛だね。ジャパニーズラブだね。ルビーを持って、え、ルビーを持って。ああ、ルビーを持って、はい、あ、はいはいはい、こちらに決めさせていただきました。その服に、はい、ああ、なるほど。覚悟を持って、覚悟を持って、はい、愛すると、覚悟の証なんこの服を決めさせていただきました、うん、なるほどね、はい、覚悟を持ってその服を着てるってこと。もちろんですよ。ああ、なるほどね。はい。あ、そう。愛を背負うからには、背負ってはない。愛を知らないといけない。愛を胸に抱えているだから背負ってはない。確かに。うん。じゃあ表立っている感じで。表立って愛するということだよね。はい。うん、何も渡しません。私のルピーは。ああ、いや、取らないと思う。知らないし、そもそもそんな人いない、いない、この町に、わかんない、あったことない、うん、いないけど、うん、もうこんな服あるんですね。いや、なんかニートが落ち着きたいっていう話なんだけどさ、うん、え、ニートが結婚するんですかどういうことそんな落ち着きたいじゃないの。そっち側に行ったんだねそうなんだ。違う違う、飛んでるな。で、その戦闘時とか、なんかその仕事の時にもっと冷静に、うん、
行できるようになりたいって話なんだよ。そうなんですよ。え、冷静だと思うけどな、うん、もっと冷静になりたいっていうことらしい、もっと冷静になりたい、うん、どうしたらいいと思う、状況把握がしたいとか、そういう冷静さ、うん、なんか心を落ち着かせる、あ、慌てちゃうってこと、自分で思ってる、そうそうそう、そうなの、大型とか、うん、大型とか緊迫した時はなおさら、うん、なるほど、俺に質問する必要なかったってことにならん、これ続いてるのかなって思って、まあ私は落ち着いてはないですけどね、あのちょっとやばいなって思った時は自分に言い聞かせてますね、なんて、落ち着けって、落ち着けって、落ち着けって、大丈夫だぞって、それかまあ無線をちゃんと聞いたりとかすると割と、うん、なんだろう、落ち着いてくるというか、多分自分の状況がわからないだったり、うんうん、敵がどこにいるかわからんとかあるかもしれない、そういう時に慌てちゃうかなっていう感じだから、うんうん、呼びかけてみたりとか無線で、あ、自分がどうしたら落ち着けるか違うな、うん、ちょっと聞き耳立ててみるとか、うん、整理するみたいなことですか、そう、うん、慌ててる時って大体なんだろう、周りの状況見えてない時だったりとか、確かに多いと思うから、うん、私はちょっと一回無線に集中してみるとか、うん、一旦こう戦うとかをいる、これここにいる意味ある、無線で情報を整理してから動くっていうのも一つの手かなっていう、うん、だから同時進行でやっちゃう部分があるかもだったから、それ取り入れてみます、うん、そうだね、うん、まあそれでなかったら前に戻しちゃってもいいし、合わなかったらもう言い聞かせて大丈夫大丈夫って、うん、励ます、どうすんだろうね、みんなね、うん、みんなに聞いてみたら、これが、うん、確かに、あ、確かに、でも2位とか思ってるだけで意外とみんな落ち着いてない、うん、うん、かもしれない、みんなおのおのこうテンパったりしてると思う、どうも、おはよう、翔くん、おはようございます、ボス、おはようございます、みんなじゃああれですか、予想ってるみたいな、そういうのは多分ね、ジンペイあたりが得意なんじゃねえかな、うん、ジンジンペイさん、はい、どこにいる今、A2 のヘリガレージにいます、ジン、ちょっと頼みがあるんだけど、よい、もちろんです、ちょっと救急まで来てくれ、車の方がいいですか、ああ別に中で話すだけやから大丈夫よ、何でも、あ、了解です、ボアは大丈夫よ、はい、なんか予定あんの、いやな、もう武器取ってこうかなぐらい、そうなんだよボアちゃん、昨日わしミッション行ってさ、うん、はい、ボスリボルバーとスペシャルカービン、あ、もう2本持って帰っちゃった、いっぱいあるんだよまだ、ごめん、まあ、大丈夫ですよであと受注、あのなんだっけ、昨日あれ行ってさ、はい、取引、あ、はいはい、それあの金庫の中入れてあるから、あ、受注書、うん、さ、え、受注書、そう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 、ありがとうございます、この前なんかいなかった、今無線取れる、はいはい、取れるよ、坊ちゃん、坊ちゃんこの前いなかったよ、あの受注書どこにあったの、空港、飛行場か
3000万台握りギュッてして寝てた。ありがとう。3000万台なの。ギュッてして寝ちゃったんだ。だから 次, かったんですけど次から金庫に入れるようにするわ。そうですね、金庫にしましょう。ありがとう。の方が楽やね。すいません。いいんだよ、それ。本当に。いいよ。ちょっとその件で私、聞きたいことありました、そういえば。何何？私ってあの、なんか武器管理のなったんですか？あ、そう。え？そうよ。チミは私なんかその、衛生外で聞いて、ボアちゃんから。うんうん。武器管理だから、うん、ちょっと受注とかも一緒によかったら行ってあげてくださいみたいな。そう、ボアはボアじゃねえ、ニートは、はい、今後は武器管理担当になるね。武器管理担当、うん、前までちょいちょいやっとったろ。あ、そうですね、武器管理はうんうん、手にいろいろと教えてもらって、そう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 、それの引き続きそれをやってもらうことになる。その武器関連をやるのはいいんですけど、うん、なんかそのなんだろうな、草みたいな感じで、ちょっと、どうした？あまり、なんだろうな、なんとも言えない気持ちでいる自分がいて。どうした？やりたくない感じ。やりたくない感じ。素直に言った方がいいね、うん、やりたくなかったらやりたくないでいいね。なんかやりたいことがあるの他に、逆に。どっちかっていうと、うん、あの大型とか戦闘機をもっと学びたいなって思ってます。うんうんうん、それ以外は？それ以外、もちろんそのなんだろう、武器関連だったり素材関連とかは、うんうんうん、今まで通りやるんですけど、そのなんかナンバーとか、ナンバーとか、ナンバーとかはつかないよ。そのボアのサポートや。フォサも戦闘関連の方がいいってことでしょ。後々は戦闘系でもっと輝いていきたいなって、輝いていきたいんだね。分かった。はい、そうです。それ承知したわ。はい、だから要は結局ボアが言ったのは、わしがそういうふうに、わしの思いというか、私の考えで言ったことをあれしてるだけだから大丈夫よ。はい、すいません、ありがとう。でもあのボアちゃんを支えたい気持ちはあるので、だから要は仕事として、こう覚えてほしいんだよ。覚えてほしい。だからそのいずれはその戦闘の方にもっていう風な話だけど、それ作戦を考えたりとかさ、IGL とかをやったりとか、そういう風な経験を積んでいく形になるんだよ、戦闘の方はね。でそれにはそのさっき言ってた君の落ち着きの部分とか、そういうのも解消していく必要があるんだよ。ああ、そうですね、確かにそれはそうです、ってなってくると、その順番として、じゃあそれ以外のそれまでの期間はどういうことを手伝ってもらうかっていうと、その武器のサポートの部分っていう。でそうすると武器のサポートになってくるとさ、例えば在庫の管理もそうなんだけど、例えば受注、新武器の受注とか、でどういう風にどこでどういうやり取りをしてるのかっていうのを覚えておくとさ、別に自分がその戦闘の方の部門で今勉強してるっていう風な状況に仮になったとしても、例えばボアがいない時に、ああそれ全然わかるんですよ、私やりますよとかさ、いない時に補うことができるようになるわけだな。確かにそうですね。で武器の性能とかも知ることができるわけだ、新武器の性能とか。あ、じゃあやります。はい、すいません、やります。いや、やらせてください。いや、不要なことはないのよ、はい、その補佐お願いします。やる気あんの？あります。ボア様ありますので、はい、やらせていただきます。いいんだよ、戦闘やりたいって言うんだろ、そっちでも。そんな、お願いします。最高。
きで向き補佐お願いします。ああ分かった。まあでも、はい、そのなんだ、ニートの思いっていうのは分かったから、まずジン、ジンペイ、ペ、え、ペイ、ぼーっとしてんな。ペイ。いや、ジンって呼んでたの。声がちっちゃくて。声もうちょっと喉広げれるか。大丈夫です。オッケー。ニートが、はい、その要は落ち、その自分の中でその戦闘時とかの落ち着き、うん、その割とこう落ち着けないっていうか、なんていうの、テンパっちゃったりするんだっていう話なんだよ。はい、そうなんです。でそのなんだろう、わしが思うに比較的ジンは冷静にいつも判断して。視野が広いだろう、はい、まあ、それは上から見てる経験、日頃の経験もあると思うんだけど、はい、その教えてあげてほしいんだよ、自分のどういうふうに心がけてるかっていうのを。心持ちとか、うん、そのなんかどうやったらいいかみたいな、まあ、自分が心がけてることだから、ね、そうそうそう、はい、そういうのをちょっと教えてやってほしいんだよ。わかりました。ニートも相談、相談して。はい。むしろ聞いてくれてね、助かります。うん。あ、そう、ジンピーさんにヘリ持ってきたくて。ああ、もちろんもちろん。はい。ヘリアタックとか、なんかブレードキルだったりとか。うんうん。全然もう、ヘリアタックのへの字もできないので、あとは、みんなそうよ。マイナスから教えてもらえると。みんな最初はゼロからだから大丈夫だよ。マイナスからって言ってたよ今。マイナスからってどっからなんだろう。マイナスから一旦退化してるので。ああ、なるほどね、はい、運転からってことか。アタックする時のなんか向きとかが運転はできなくて。運転は一応できます、うん、じゃあジン、それは技術の部分教えてやって。はい、マイナスの分も俺が引き上げます。マイナスの部分もお前が引き受けるの。ありがとうございます。あ、そう。なるほどね。強いです。まあ、情報を、まあ、ジンはそういうふうに技術的な情報みたいなのの部門ではあるから、それは聞いてみて。はい、お願いします。あとジン、はい、その、ミッションの時に、はい、お前もテンパることはあるだろう。あ、もちろんあります。うん、ほら、あるんだよ。そういう時にどうしてる、何を心がけてるかっていうのがその知りたいらしい。だから誰し、なんかみんなニートから見たら落ち着いて判断してるように見えるんだって。そうなんですよ、うん、でもそんなことを、私だけテンパってるっていう感じ、うん、そんなことなくてテンパ、みんなテンパってると思うよ、そのいざという時っていう風になった時はっていうね、うんうんうん、でもそういう風に見えるのはみんな何かしらこう心構えとして何かこう工夫してることがあるかもしれんからっていう意味で、一番こう比較的わしの中で、今いるメンバーの中で落ち着いて状況判断ができる能力が高い人兵にっていう話やね。ありがとうございます、うん、じゃあちょっとヘリのこの後あれ忙しいの？いや全然、起きたばっかりなので大丈夫です。教えてやってよ。はい、任せてください。うん、じゃあニートしっかり学んでおいで。はい。で武器の、うん、やつは在庫管理なんか入れたりとかはやってるんだろ？そうですね。在庫管理と、うん、クラフトしたり素材の集めたりとか、うん。まだ受注場所に行ったことはなくて、うん、そこはこれからですね。そういうのはおいおいボアに聞くような形になる。ということで、次の受注の時連れてってあげようじゃん。はい、次金曜日ですね。ね、受け取りじゃなくてまずはね、依頼のところから入った方がいいわ。依頼は何曜日ですか？うん、依頼火曜日だよな。毎週火曜日0時から0時半です。0時から0時半。いける？はい。いや、ちゃんと言わなきゃダメよ。言った方がいいよ。うん、
あの衛生ガイで学ぶかもです。あ、まあ うん、それはそれで全然、ただ知っとくことに意味があるから、はい、ただ別にジンは、うん、まあ知っとるかもしれんけど行ったことないもんな。そうですね、情報としては知ってますが、うん、行ったことはないです。どなたか今からあの加藤さんと薬の取引をするんですけど、ついてこれる方いらっしゃいますか？行けますよ。いいよ。だからジョバーヌはあの乱歩で来てほしい、あの会議村の一番右。あそこか、了解。 OKOK、 じゃあそういうことで了解。はい、ありがとうございます。武装だけしてきてほしい。あ、もう、はい、これをね、え、なんすか、武装だけしてきてほしい。はい、これ受け取ってくんない？アヌ今9055からさ、99って帰ってこれる？帰るか、武装するから。なくなっちゃったな。ヘリで俺んちまで送ってほしい。これさ、OK、つけられるアタッチメント、はい、一旦全部つけた、まあ、本当にフルカス状態のカービンライフルなんだけど、その中で一旦ミディアムスコープだけ外して ADS してみてください。かまいてみてください。はいはいはい、外して構える、その状態を覚えといてスコープつけて構えてみてください。何も変わらんすね。あ、マジ？構えた時にさ、くるってあの、なんていうの、はいはいはい、ホイールの筋肉でできるじゃん。近くなりますね。近くなるじゃん。うん。コープつけるとね、その近くなる倍率が高いんだよね。へぇー。そうなんだ。私、クープル使ったことなくて。これ、マジ？全部のアタッチメントつけて、これだけ見つけたんだよ。へぇー。え、その銃だけってこと？いや、スコープがつくやつだったら多分全部。ほう。確かに近いから。見してほしい。結構変わるんですよ。あ、そう。スコープがついてない状態とついてる状態。今ついてる状態です。オッケー。構えて、うん、ホイールの筋肉で僕こうよく見る。うん、状態とそのスコープ外した状態でやってみます。もうほんと、うん、ちょっと気持ち違う。あ、全然違うわ。全然違うっすよね、うん、これアヌほらな。全然違う。そうなんすよ。そうなんすよ。分かりました。ナイス。あ、すごい、全然違うよ。これ全然違くて、買ってみたいです。これはいい情報だね。さすがだ。これ結構使えるかなと思って。確かに、うん、そうなってくるとスコープはつけといた方がいいってことになるよね。そうなんですよね。なのでちょっとボア、まあ、武器か部門の負担がこうキャパオーバーしないのであればスコープもつけてほしいなって。あとあの怪奇村の鍵ってもらってないんだっけ。なるほどね。これスコープって売ってないですね。アサルトもつく。次までにもらっといてほしい。ミディアムスコープが多分アサルトがつくやつかな。はい、スモールスコープっていうのもあって、うん、それが SMG 系かな。なるほど。SMG。多分それも倍率上がるはず。じゃあつける意味あるんだよ。え、でもさ、ブルーパップにスコープつかないよな。え、うん。ブルーパップ私の今ブルーパップなんで、私つくっけ。ちょっとニート動かしてくれん。あ、マシン来た。あ、ブスに。スコープ貸して。はい、つくっけ。つかない。逆につかないのであればブルーパップよりカービンライフルの方がそういうのに関してはいいっていうことなので、まあ使い分けとしていいかなと思います。なるほどね。ブルーパップの方は人気は人気だからな、うん、そうですね。なるほどね。俺は基本カービンライフル使ってるんですけど。はい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 。キミトスがカービンライフルからブルバップにするようになってから負けなく、うちなんか正面でこう打ち勝てるのが増えたらしいね。へえ。
逆にそれでも大丈夫だったらそれでもいい。そうな、なんかその得意不得意があるだろうから、向き不向きとかな、ちょっと 見づらいとかあったらこういうのが使えるかなと思って、うん、確かに。だから とかくさ、スペシャル、はい、新しい、スペシャルカービン、はい、には多分つくよな、スコープ。つくはずですね、うんうん、スペシャルにはつけておいた方がいいかもな。そうですね、うん、できるだけフルカスにした状態の方がやっぱ取られたくないんで、それ他のメンバーには共有だな。勝ちの目を上げるに越したことはないと思います、うん、分かった。あとで一郎に記載するように言っておくわ。ありがとうございます、うん、コンペンセーターってやつだけちょっと使いどころが分かんなくて、うん、確かにその辺は調べておく必要がある。頼めるか。はい、分かりました、頼む。じゃあニート教わっておいで。はい、行ってきます。ありがとうございます、うん。いや、ニート行こうか。ボア、手伝うことあったら言って。あ、わかりました。移動とかで。スコープ、了解です。うん。スコープは依頼かけようか。そうですね。